長期投資のリスク分散についてご質問いただきました。アメリカの株、米国株とかですね、あと全世界株式のリスク分散ですね、あと、複数の国、複数の通貨に、分散したいという声があるんですけれども、米国株、インデックス投資をお勧めします。SP500 とかですね、そのあたりというのは2、30年で、右肩上がりで言ってますので、今後もそういう見込みが立つと、7% ぐらいの感じでですね、利率でいくと。あと全世界株式の場合は、リスク分散が自動的に国ごとにできる、国を分けてできるということですね、複数の国に。ですので、基本的に長期投資の基本というのは、通貨の分散、場所の分散ですね、国の分散という形で、こういった、ものをですね、ネット証券を使って手数料、税金かけずにかからないようにやるということですね。でフィリピン移住されたい方からの、ご質問